長くなっちゃって大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。はい。ですね、最初にね、本を書き終わった後に、うん、ある日ね、私の知り合いの女性がいて、まあ、もともと音楽業界の方だったんで、顔見知りだったんです。はいはい、で、もう一人こちらの友達に、オペラ歌手の友達がいたんですけども、はい、まあ、その人も仕事ですし、その人とその人が友達だってことが分かったんで、うん、で、3人でご飯食べたんですね。で、その、まあ、そんなのは別に日常的なことだったんですけど、うん、そしたらその彼女、こちらの彼女が、伏見宮の子孫だったんですね。うんうん、で、まあそれは、そうなんだ、やんごとなき人の子孫なんだね、うん、みたいな感じで、うん。で、その、でもその二日後に、また二日後なんですけども、なぜか。うん、私、夫と一緒に、夏休みだったんで、うん、犬吠埼に行ったんです。うん、で、犬吠埼に、行ったのは、ただ単に友達が、そっちの方角がいいよって言ったから、うん、で、あ、そうなんだと思って、行ったことないし、犬吠埼行こうと思って、で、ホテルも何気に予約したんです。うん、で、そこのホテルに行ったらね、そのホテルに、びっくりしたんですけど、そのホテルに入ったら、伏見宮さだなる親王の別邸って書いてあるんですよ。うん、その2日目に前に伏見宮さだなる親王の、まあまあ、その人が高祖父に当たるんですけど、に会ったばっかりだから、なんだろう、これはなんだろうと思ったんですね。うん、で、その伏見宮さだなる親王の写真が飾ってあって、またびっくりしたんですけど、うん、そっくりなんですね、顔が。似てるんですか？すごい、でも高祖父ですよ。すごい遠いですよね。意外とそれぐらい離れてる方が出るかもしれないですね。でも顔、女の人ですからね、彼女ね。そっちの、さだなる親王の男性で。僕は8代前、江戸幕府と天文学者の狭間重富っていうんですけど、あ、そうなんですか。のおじい、人相上げ残ってるんですよ。はい。伊能忠敬とかと、同僚で仕事やってたんで、はい、その人相上げとうちの親父がそっくりです。意外と似るもんですよ、ね。そうなんですね。そういうことあるんですね。意外と血は洗えないぞというのが。もう本当にびっくり私はして、年表とかもあって。で、そこに灯籠とかもあって、まあ、へえ、不思議だなと思ってたんですね。で、その日に、その時神社に行ったんですね。うん、で、その、猿田神社のところに行って、また不思議な出来事があったんですけど、またこうやって、やってたらまたさーっと風が吹いたんですね。で、そこで見えたのは、なぜかこれだったんですよ。マークが見えたんですか？はい。なんかこう浮かんで、なんだろうと思ったんですね。なんだろうと思ってたら、ここにスーッと淡い線が浮かんで、なんだろうと思ってたんです。そしたらね、それがね、ぐーってこう、ひっくり返ったんですよ。で、またなんだろうと思ってたら、それがね、こうやって横になったんですね。そうするとね、そのさっきやった薄い線がこう、なんていうか無限の形になったんですよ。なんだろうなと思って、全然意味わかんなくて。でもすごく神秘的な神社だったから、うちに帰ってすごくもう考えて、これじゃないかなっていう結論が出たんですね。それは、私が最初見た時はこうだったのが、もう最初、一段、こう一回女性、まあ、白っていうのは、陰で黒が男性としたらば、一回、愛子様が上に立つ。そして、そのことによってですね、そのことによってこうなった時には、まあ、対等になって、こう、なんていうんですかね、こう、無限の形になったら、まあ世の中は大丈夫っていう意味じゃないかなって私は思ったんです。そのぐるっと動くなんて思いもしないですから、そういうふうなメッセージじゃないかなと思っていたところ、なんかね、でもじゃあ、そうなんなかったらどうなんだろうと思ったわけですね。もし愛子様なんなかったら、続かないっていうことになりますよね。無限大ではないと、有限であるということだよね。まあ有限もあるんですけれども、結構やばいんじゃないかなって私はその時思ったんですね。そう思っていたら、帰ってきたら、またなんかね、不思議な聖徳太子の予言を知るんですね。聖徳太子の予言、それは1993年に出た、本を見たからなんですけど、1993年の本って今本屋さんにないので、偶然見たんですけれどもね。それは。ここにもあると思いますよ。そうですか。聖徳太子の予言。ね、
五島弁さんの。五島弁さんのない、ないですか？あると思います。どこにあるかな？どっかにありますね。そうですね。で、そこに書いてあったのがですね、聖徳太子の予言っていろいろあるんですけど、メモみたいな、仙台九字という、仙の先の台の九という字に、辞職の字って書くんですけど、仙台っていうのは先の台ってことらしいんですね。仙台のせ、お父さんがどうのこうのとかって先祖じゃなく、で、仙台九字って言うんですけど、五島弁さんはその仙台九字っていうものの存在を知って調べていくわけです。で、調べていくと、大阪の古い大使ゆかりの寺に、うんうん、それがあるっていう情報を聞きつけて、うん、そして調べていくんですね、うん、で、調べていくと、まあ、会ってはくれなかったんですけど、そのお寺の保証人と呼ばれる方がもう全部断ってる、それは門外不出だって言われるんですけれども、うん、まあ、しつこく言ったら電話だけならいいと言って、まあ、電話で取材をするんですね、うん、で、そしたらその古事記っていうものが予言であるっていうこととか、うん、それから聖徳太子1万年の予言をしている、例えばその大化の改新であるとか、まあ今もね、テレビでやってますけれども、その平安時代に女流文学がね流盛するとか、うん、あと戦国時代は鉄砲が出てくるとか、うん、そういう予言をたくさんしていて、うん、それで最近のことも核ミサイルであるとかジェット機であるとか、それを別の表現でしているっていうふうな話を聞くんですね。で、それと同時に、まあ、暗黒な時代が来る。で、まあ、その時に五島弁さんは2000年の本を書いてらっしゃったじゃないですか、うん、で、その頃を想定したんですけど、別にその大使はいつというのは書いてないんですね、うん、ただ暗黒の時代が来て、まあ、核ミサイルとかね、うん、そういうものが本当に良くないものだってことを言うわけですけれども、うん、で、そこで救うのは皇室の女性だって言ってるっていうんですね、うん、で、その時にそれは1993年ですから、うん、お商人は、それは雅子様のことではないかっていうわけです。うん、雅子様は今までにないスーパーキャリアウーマンで、うん、ものすごく知的で、もうね、素晴らしい方だから、この人がね、岩戸を開くんじゃないかって。うん、この氷上採石室っていう言葉が、その予言には出てくるんですね。うん、つまりアマテラスがもう一度出るっていう、この汚い字で申し訳ないんですけれども、うん、で、それはすごい予見じゃないですか。だから、でもその聞いていた後藤弁さんはふーんと思ったらしく、それもあるかもしれないけれども、女の人の力がね大きくなるっていうことじゃないかなとか、いろいろ、まあ、そういうふうに書いてあるんですけど、うん、私はそれを見た時に、雅子様は愛子様のお母様じゃないですか。そして愛子様こそが皇室の血をついてる方ですよね。もう絶対愛子様だと思ったんですね、うん、その救う方は愛子様でっていうことを、うん、私は告げられてるんだっていうことを、うん、その前に言ってきた猿田神社のメッセージと、それから聖徳太子のその予言っていうものが、今ね、誰も言ってませんけれども、その愛子様のことを予言していたかもしれないと、うん、聖徳太子が、うん、それはすごいことだなって。それは初耳で面白い説ですね。そうですよね、うん、で、まあ、皇室の女性っていうのはみたいなことは そこの書いてあるらしいんですけれども、うん、それが誰というのはもちろん名前とかは出てきてないから、お商人は雅子様じゃないかって言ったんですけどね、うん、暗黒の時代にその光となる皇室の女性が。でも私は皇室の女性、もちろん雅子様は皇后様ですけれども、一般からね入られた方ですけれども、愛子様は天皇陛下のお子様でいらっしゃいますから、天皇陛下と皇后陛下の、だからもう絶対愛子様だなっていうふうに、私も今までのその体験いっぱいあるんですけど、それを含めても絶対この方だと、それはまあすごいことだなというふうに思ったわけです、うん、どう思われますか？いや、面白いと思いますよ、うん、十分可能性があると思います、うん、まあ、聖徳太子が予言していたっていうのは当時僕も本読んでて、はい、そこまで考えはしなかったですけど、はい、十分可能性ありますね、はい、まあ、愛子様だったら十分アマテラス降臨っていう役割を放てるんじゃないかなと。そう
思いますね。で、その岩戸を開くっていうことが新しい時代にして、そこで女神再臨ですよね、うん、前アマテラスが言って女神がまた、その私は愛子様って、あの私ちょっといろいろ不思議な夢も見てますので、卑弥呼とかそういうアマテラスとかそういう魂をね持ってあの生まれになった方じゃないかなというふうに、うん、まあ私が思ってるんですけれども、うん、そういう特別な方ですよね。まあ、天皇陛下は本当にすごい特別な方ですけれども、その霊と血統全ての継承されていて、卑弥呼との関係はどう思います？あ、私ね、あのこれも本に書いてあるんですけども、あの歯医者さんでね、口開けて治療した時にすごい不思議な夢見たんです、うん、それはね、あのいろんな体験の中間ぐらいにあるんですけど、こう、うん、なんかこう高床式とか、こうなんかそういうところの中に人がバーって出てきて、うん、まあ、そのそしてね出てきて、姫巫女様、姫巫女様、姫巫女様って呼んでるんですよ。でも出てこないんです、出てこないんですけど、で私パッて目が覚めたんです。そしたら歯医者なんですけど、近代的な、でもなんだろう今のと思って、姫巫女、姫巫女じゃないかなと思ったわけです、うん、で、まあでも私はそれはただの夢だって言われたらあれなんですけど、歯医者で寝ちゃうんですか？あの寝たことないです、うん、あの歯医者ではさすがに、その時だけなんです、1回だけです。つい寝ちゃったんですか？でも寝るってことが、歯医者で寝るって私歯医者さん好きじゃないし、まあ、ガーとかやってる時に寝られないですよね。でもその時は寝たんです。それで一瞬なのに、そこのなんていうか、その夢を見た時はちゃんと時間が流れてるっていう感じで、でも私はそこに出てこないんです。私はただ傍観してるだけで、でふと後で今思ったんですよ。姫巫女様、姫巫女様、姫巫女様って呼んでるのって今もそうじゃないですか。うん、愛子様をって言ってる人たちが、うん、あの私も X とかやってますけれどもね、うん、みんな書いてらっしゃって、うん、で、そういうふうに呼んでる人たちがいるって、それは私が今の状況を予見したとも言えるし、うん、私その後ね、姫巫女っていうのは卑弥呼であるっていうのをある歴史学者の方が、うん、最新の定説では卑弥呼は姫巫女であるっていうのは、うん、まあ、それ歴史学者のね、うん、大学の教授の方が言ってるのを聞いて、うん、私の見たのは間違いではなかったなというふうに思ったんですね。じゃあ姫巫女、つまり卑弥呼イコール姫巫女は、はい、魂的には愛子様と同じ系列の魂。そう、それが私は、うん、まあ、それは何にもね証明はしようはないんですけれども、うん、アマテラスだと思ってるんです、ね。姫巫女が後にアマテラスと呼ばれて、はい、そして再び転生したのが愛子様ではないかなというふうに私は思っています。まあ、一番いいのはヒプノを、うん、愛子様に差し上げるべきですね。そうですね、していただければやってやれば早いと思います。早いですね、本当にそう思います。私もアマテラスが男だっていう説もね、よく聞くんですけれども、ヒゲの生えたアマテラス、ね、うん、ただ私はアマテラスが男か女かっていうと、やはり女神じゃないかなと思ったのはですね、うん、いわゆるそのなんていうんですか、天皇陛下が皇居でお祭りしている女神は、うん、アマテラスは女神なんですね、うん、でそれがただ一柱皇居の中でお祭りしてあって、うん、そこのここでいつも祈っていらっしゃるっていうことを、うん、天皇陛下は何もおっしゃいませんけれども、女神として祀られているっていうことが、私は、うん、女神だっていうふうに思っている根拠でもありますし、もう一回聖徳太子のね、このこれですね、でこれで結局またやってくる、それが王室の女性であるというふうに言ってるわけですね。で女性の力っていうのもあるんじゃないかっていうことで、やはりそこに無理がないのはアマテラスは女神で、そして女神がそうやってなんていうか、こうまたね、こうして扉を開けてお生まれになったということがすごく無理がないなというふうに私は思っています、ね、なるほど。じゃあ YouTube はこの後にしようか。 YouTube で、はい、2回ぐらい上げてお願いしますんで、はいはい、でこの後はニコニコで、はい、
もっとラフな。ああの、アメリカ人が運営してないところで喋る、はい。日本人であればこそ喋れることが多くなりますね。はい。ぜひぜひ。ちょっとじゃあ休憩入れよう。